痩せたくていろんな動画見てるけど多すぎてわからん。ほとんどの動画が部位別になっているか、激しく体を動かす、全然ついていけれん。そういった方におすすめな動画内容になってます。全部30秒止まるだけです。止まっとくだけで、実は運動が苦手な方にはぴったりな筋肉の使い方なんです。止まっとくだけですが、効果的なメニューなので毎日一回やるだけでいいです。全部使っていきます。頑張りましょう。まずは足を大きく開いて、できるだけ低くなります。この状態でキープいきましょう。スタート。きつい方はね、手で支えていいです。どのメニューも30秒しかしないので効果的です。頑張りましょう。この先使った筋肉はもう使いませんので、一種目でしっかり使っていきましょう。少しね、膝の位置変えると頑張れると思います。じゃあ行きましょう。 OK。 次はもも裏、つま先まっすぐで、ね、少し前かがみです。これでキープ。スタート。もし腰がつらいよって方はね、ちょっとね、手ついていいです。少しだけ膝曲げてキープ。ももの裏に力が入っていればバッチリです。少ないメニューで効果的に上げましょう。微妙に位置変えるとね、入れると思います。 OK。 次は座った状態で親指を後ろに向けます。これで胸を張ってキープ。スタート。手前後ろで胸を張る。大きく呼吸をすることで背中が使えて、胸がストレッチされて呼吸が深くなり、カロリー消費が上がります。大きく深呼吸しましょう。OK。 次はしっかり上を向いて顎を上げたまま、これでキープです。首がどうしても前に出てしまうと呼吸が浅くなります。しっかり上向いて伸ばしましょう。スタート。ちょっと顎をね、上にうーって突き出すとしっかり伸びます。大きく呼吸しましょう。次はしっかり手を前に出して背中を丸めます。あとぐーっとね、手を前に出すんですが背中を後ろにする感じ。しっかりね、肩甲骨を丸める感じで、とにかく手を前に出して、オッケー。今度は膝曲げたまま体を起こしてキープです。スタート。できるだけ体を起こしておきます。しっかりね、息止めないように呼吸しましょう。あと少しです。OK。 次はうつ伏せです。肘と膝で体を持ち上げて、肘を少し前に出してキープいきましょう。あとできるだけ肘がね、肩の下よりも前です。これでしっかりお腹をね、上に持ち上げて、お尻が出ないように頑張っていきましょう。あと少しです。5秒。OK。 今度は
手足万歳。このまま体をね、持ち上げて止まりましょう。スタート。30度だからね、頑張れると思います。毎日30秒、無駄にね、30分ランニングとか部分的な筋トレするよりもね、全身使った方がね、効果的です。オッケー。はい、足を肩幅にしてお尻を上げていきましょう。あと、しっかりお尻をね、締める。お腹を持ち上げる感じよりもお尻を締める感じ、ちょっと腰を丸めるイメージです。お腹をね、ぐーっと引っ込めながらお尻を締める。足肩幅にして前かがみです。このまま手を股の下に入れる。つま先をね、交互に上げます。スタート。ここはね、下半身痩せに効果的なストレッチになります。しっかり前かがみで手は遠く。OK。 で、今度はね、片足上げたままでキープです。スタート。これでバランス取っていきましょう。できればね、ももは高く上げましょう。膝上げとくことで腰が丸くなるんで、下腹のね、出た人にはおすすめ。反り腰解消とかにもなります。あんま体が反れないようにね、取ってください。 OK。 反対も一緒です。いきましょう。スタート。これでね、しっかりね、歩くための筋肉が鍛えられます。そして足の裏の筋肉がね、鍛えられるんで、体のバランスがね、すごく良くなります。足の指がね、浮き指になってしまうと前ももが張りやすくなるので、しっかり指力入れる。 OK。 頑張った人はコメントください。